はい、こんにちは、さかなです。今日はですね、この Mac で Excel の文章を作るというお話をしたいと思います。最近時々 Mac の使い方のですね、動画をアップしてるんですけども、私の友人でですね、70歳になる女の方でですね、ちょっとあるですね、スポーツというかそれの先生をやってる方がいらっしゃるんですね。その方がですね、ずっと Windows のパソコンを使ってらっしゃったんですけども、もうだいぶ古くなってきて、まあ、動きも悪くなってきてしまったんで買い替えたいという相談を受けました。で、私はですね、やっぱ Mac 使いなので、Mac の方がいいですよという話をですね、していたんですけども、そしたらその方がですね、周りのご友人とかですね、いろんな方に10人の人にですね、相談をしたそうです。そしたらですね、なんとですね、10人が10人ともですね、いや、それはやめた方がいいという形で言われたそうなんですね。中にはですね、もうあんた70歳だろ、70歳になってその新しいことを始めるというのは絶対無理だから、そんなのよした方がいいというふうに言われたんだそうです。その方が非常にですね、まあチャレンジ精神が旺盛というか、まあそういう方でですね、私も悔しいから Mac を買うという形でですね、まあ、1ヶ月前ぐらいかな、MacBook Air を購入されたんですけども、その方向けと、あとはですね、やっぱ Mac 興味あるけどどうなのかなという方にですね、動画をちょっとアップロードしているという形になっています。今日はですね、その方がですね、セルフ文章でちょっとこう表みたいなですね、住所力とかそんなものを作りたいという相談を受けましたので、まあ言ってですね、Mac には、まあ、Excel でなくてですね、Pages という、ソフトがあるんですけども、そちらを使うとですね、結構使いやすいので、いかがですかというお話をしました。で、その表を作ったらしいんですけども、それをですね、ご友人に送るんで、まあ、Excel に書き換える方法を教えてくれという形で、これからちょっとやってみたいと思います。まずですね、Mac には、ここのですね、Numbers というソフトがあります。これがですね、いわゆるマイクロソフトの Excel と同じようなソフトで、これで作ったですね、表をですね、Excel で書き出すこともできます。これはですね、このナンバーズを立ち上げてですね、ここのナンバーズのファイルの新規をクリックしますと、この形でですね、結構テンプレートがいろいろもう最初からあるんですね。それ基本的なものはこの空白というものですので、これをクリックしますと、こういう形でですね、このナンバーズの表が立ち上がります。それで、Excel とですね、非常に大きく違うのがですね、Excel の場合ですね、こういう表がこの中にバーって一面あるわけですけども、ナンバーズの場合はですね、白紙です。裏が白紙で、表が上に付けられるという形になります。ですから、ここに今ある表というのが、22行の7列になっているんですけども、これはですね、この下が白紙ですので、ここの丸の部分ですね、ここを持って動かせると自由にどこでも動きます。そしてですね、この列ですね、これもですね、ここのところを、ワンクリックをしますと1行増えます。下のですね、行も同じような感じでこういう増やすことができます。それでさらにですね、ここにですね、もう一つ表、例えばこの下、ここら辺にですね、付けたい場合、これとは別の表ですね。この表をクリックしてですね、まあ、ここら辺でですね、表を選、いろいろありますので選択をしてですね、やりますと、この下にですね、これとは別の表がですね、付けられます。もちろんこれですね、文章もこのテキストというところですね、クリックしますと、ここにテキストが打ち込めます。これもですね、自由にどこでも動くことができます。それで非常に分かりやすいのがですね、例えば、ここの横の線に合わせたい場合は、これを持っていくと、ここにピッと線が出ます。例えば、こんなぐらいにしてですね、例えばこれ1月。これをですね、例えば2月。でこちらを3月とか、しますよね。こちらに、まあ、1日、これを2日と、というふうにしたとします。こんなふうにですね、数字が入ったとします。売り上げと。
で、これでですね、完成だとします。このナンバーズの面白いのはですね、ここにですね、まあ、表の名前を例えば、その名前をですね、まあ、例えば売上とかつけます。それでこれですね、上書き保存というのはないんですね。ですから、これを作ったと同時にですね、これがですね、これ一度消しますと、ここのですね、この iCloud ドライブのここにですね、売上というのに今のものが入ってきます。ではこれをですね、今度は、Excel に書き出す場合どうにするかというと、ファイルの書き出す。で、ここでですね、Excel とか選べますので、ここで Excel を選択します。あとここにですね、Excel というのが今選択されています。それでここで次へと。それでできればですね、一度デスクトップに置くのがいいと思いますので、ここですね、デスクトップ。まあ、こちらから選んでもいいんですけども、こちらのデスクトップを選んでもいいんですけども、ここで書き出す。そうするとですね、ここに Excel で、Excel の文章の売上というのが書き出されました。で、これが実際どうに見えるかというのを、やってみたいんですけども、ちょっと Excel がこのパソコンに入ってないので、またこれ別の機会でちょっと説明しますけども、ワンドライブですね。マイクロソフトさんで提供しているワンドライブ、これですね。こちらの方で確認してみたいと思います。これは別の動画で説明しますけども、ウェブ上でですね、使えるサービスで、ここでですね、新規で、例えばワードとかですね、Excel とか、例えばワードですと、ワードを、文章がここでも、ここで作れます。もちろんこれ保存もできます。それで、ここにですね、今作ったもの、今ですね、ここで今ですね、作った、このナンバーで作ったですね、売上と一緒をアップロードしてみます。ちょっとここにですね、売上というのがアップロードされています。ここにですね、こんな形で出てくるんですけども、シート1売上、まあ、ここにも出てきてますけども、これをクリックすることによって、こっちの、このシートに移るんですけども、こんな感じでですね、出てきてます。ここはね、英語になってるのがすごいですね。こんな形でですね、Excel の表になりました。でもちろんこれですね、修正とかもできます。私がですね、ちょっとお勧めするのは、まあ、この表をですね、相手が受け取って、Excel の文章で相手が加工するのであればですね、まあ、今のようにですね、Excel に変換して、相手にメールで送ったのでもいいと思うんですけども、相手がそういう利用をしない場合ですね、ただ単になんですかね、そのデータを見て、例えばそれをプリントして、保存しておくとか、相手がそういうふうに加工しないのであればですね、このファイルの書き出す。で、この PDF がいいんじゃないかと思います。これですね。というのはどういうものかというとですね、Adobe さんがですね、開発したものでですね、ここですね、ハードウェアとかですね、オペレーティングシステムに関係なくですね、文章を確実に表示及び交換するために使用されるファイル形式ですと。文章をですね、交換するためのソフトですので、書き換えてですね、送るというのも非常にいいと思います。それで、これはどういうものかというと、これディスクトップに保存で書き出しますと、こんな形のものができるんですね。こういうものですね。それで、これもちろん印刷。相手が印刷することもこれでできます。今日はこの Mac でですね、Excel を文章を作るという話をしたんですけども、最後の方にですね、お話したように、相手がですね、送った Excel の文章をですね、付け加えたり、修正とかしないのであればですね、PDF で送るのもですね、いいと思います。Mac をですね、まあ、買いたいけどちょっとなという理由にですね、まあ、これの Excel とか Word がですね、まあ、使えないんじゃないかと思っている人もいるみたいなんですけども、こんな形でですね、Excel、Word、
をですね使いますので、もし Mac 興味ある方はですね検討されるといいんじゃないでしょうか。この動画ですねいいと思いましたら、このいいねボタンとですねぜひチャンネル登録お願いいたします。それではまた、ありがとうございました。失礼します。